ソ天福は、新末の年軍の反乱の指導者の一人、海賊、ソ天福とも。河南省紀徳府長城県出身。塩の密売を行っていたが、年頭の長学業、京徳樹と知り合い理系邸となった。1854年、太平天国軍の北伐に高をして、年軍を率いて、長城を占領した。しかし、断連との構造に敗れ、白州に撤退した。 1855年、年軍は白州基川州で会議を開き、五旗軍制を定め、長学業が名手県木畑軍首領となった。蘇天福は国旗軍首領となり、順天王と称した。長学業と蘇天福は基川州を出発して、河南省、安岐省の小佐で、真の帝徳のウルンゲを破った。1956年には、 カナン省に入り、紀徳でカナン部へ勝らを包囲した。1857年、太平天国軍が北上して、六安を占領すると、年軍の長学業、京徳樹、池ル天福と太平天国軍の利秀重、陳玉勢が会談を行い、連合して、新軍と戦うことになった。この時、池ル天福は、太平天国から立天皇に封税られた。その後、 1858年には、三河の戦いに参加し、1859年には、庭園を攻略して、暗記準部の王道省を敗走させた。その後、庭園の守備についていたが、1961年に、長学業と共に、根拠地の順北に帰った。1862年、清志が、ホルチン軍王宣下林鎮に、河南省、山東省、 暗記省の軍務を一任して、数万の兵を派遣したことで、形勢は厳しくなった。1863年3月、木地川州で、長学業、生ける転覆の年軍20万と、千下銀鎮軍が死闘を繰り広げたが、年軍の敗北に終わり、長学業と祖転覆は共に捕らえられ処刑された。ありがとうございます。